こんな企画をご用意いたしました、はい、題してカメレオン声優が挑戦ほぼ一人ホームルーム。さまざまな役を見事に演じ分ける松岡くんということですんで、超個性的なキャラだらけの学校のクラスがあったらという設定で、ホームルームの様子をほぼ一人でやってもらおうと、うんうん、舞台は癖が強すぎるクラスのホームルーム。松岡くんには全ての生徒役を即興で演じてもらいます。それぞれ生徒の個性はご覧の通りって、あれ一人お顔が実写ですね。暗殺者の石井。暗殺者暗殺者学校いないですけどね。あと、うざい学級委員長の三つ子でございます。三つ子、はい、三つ子はもう三つ矢さんに演じていただくということなんですね。なのでほぼ一人ということなんでございます。それぞれ生徒の個性を表現する演技力と次々に演技を切り替える瞬発力がポイント。さあ松岡くんは見事に演じ切ることができるのか。舞台は関さんが担任を務めるクラスのホームルーム。お、チャイムの音が聞こえてきましたね。いざ開幕です。ではホームルームを始めるが、次の文化祭の出し物をどうするかみんなからアイデアが欲しい。優等生の鈴木どうだ。僕は桃太郎がいいと思います。おう、みんな知ってる物語が一番いいですよね。なるほどな。不良の田辺は何がいい。うっせえな、何でもいいよ。お前ら決めろよ。そんなこと言わずにさ、お前もなんか考えろよ。暗殺者の石井は。私は何でも構わない。あ、そうですか。従わない奴がいたら殺そうか。殺すとか言うのはやめましょうよ。じゃあ、いつもハイテンションのケビン、どうだ。アメリカンのヒーローもの子いってーす。スパイダーマンとかアイアンマンとかバットマンもいってーす。あおおおじゃあここまで聞いて学級委員のみつこどう思う。もうちょっと真面目に考えた方がいいと思います。まあそうだよね。みんなふざけすぎです。ですです。まあじゃあここは優等生にも聞いとこうか。探偵の明智どう思う。何に悩んでるんですか。みんなの意見を総合すればおのずと答えが見えてくるでしょ。お、じゃあ次、他に聞いてないのは魔法使いのハリー。どうやら意見がまとまらないようだね。僕の魔法でみんなの意見をまとめてあげようか。それはやめてくれ。ちょっとケビンからも何か言ってやってくれよ。いやハイテンション。ハリーはどう思う。ハリー大丈夫か。ハリー田辺、田辺お前ちゃんと考えたか。さっきおい俺にそんなこと言うんじゃねえよ。お前何考えてんだよ。ふざけんじゃねえ。助けてくれ石井。殺しますか。殺すのはダメだ、やめてくれ。もうなんかいろいろ意見聞いたけどな、全然意見がまとまらないから、じゃあ学級委員長のみつこお前決めてくれ。今回の文化祭は辞退します。はい、終了です。終了。実際どうでしたか。やってみて。ちょっと想像以上に、いや想像はしてたんですけど、その想像を超えるぐらい大変でした。ケビンもう一回やって。ケビンハイテンションアメリカ人ケビン。うシル出た。シル出た。ありがとうございました。こんなにも温かいご飯が、こんなにも温かい笑顔。